アニュアシオおはようございます。寒くないですか？It's okay now. 춥지않아? Now this is okay, but a little bit cold. ちょっとだけ寒い。じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。昨日の動画見ましたか？雨乞いならぬ波乞いしたんですよ。はい。すると今日はドーン。ドドーンですよね。まあやっぱいい波です。まあ、ね、2024年一発目のいい波じゃないですかね。そうですね。はい。1月11日。来ましたね、やっとうねりが。やっと来ましたね。やっと来ました。はい。もうハワイばっかり行ってる。いや、バリとかに行ってる連中に、はい。ギャフンと言わせましょう、今日は。いや、やっぱあったかさが違うんで。あっちが。あっちあったかいじゃないですか。いいんですよ、そんなことはどうでも。うん、波は同じぐらいいいと思いますよ。まあ、はい、でも同じぐらいではないかな。でもまあいいと思いますけどね。はい。まあそういうことで、はい、ウェット業界も大喜び、はい。そんな感じですよ、今日は。そうですね。はい。まあ僕とナンバーさんも3月に行くんで、あったかいところに。え、どこ行くんですか？ピーパラ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 。秘密なんですね。わかりました。いや、台湾です。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。雪が溶けて川になって流れていきます。いやー、もうすぐ春ですね。見てんないこの波、もうやべえ。もうね、もうこの間ね、雨乞いならぬ波乞いをしたらこんな感じにブレイクしております。いやー、素敵、感動。そんな感じでもうね、これを見た瞬間ね、来た、やっと来たみたいな、そんな感じの宮崎です。どんげですか、もうカメラがもうどことろか、あっことろかみたいな、そんな感じでサーファーたちもあっこ入ろうかここ入ろうか、そんな感じでもうバラバラに散らばってサーフィンを楽しんでおります。もうたまらん、やっと来たみたいな。見てください、沖の方はもううねうねうねショルガネよみたいな。さあ、大志くんが行った。まずはスピードアップからの最後は当て込みますがぶっ倒れるみたいな。大志くんはね、今回なんかチリのサーフボードを準備しましたね。ニューボードです。なのでちょっとなんかタイミングが合わないのか、ボードが良すぎてついていけない、そんな体になってましたね。なのでもうこけまくるみたいな。でもね、今回これを乗って次トライした時はもうバッチリあったんですよ。まあそれは後日お伝えしますけどね。さあ、やっていきましょう、今日はこんな感じでーすみたいな、いいよーみたいな。でもね、次の日がでけえ日が取っちゃおうみたいな、100点も次の日は。なので今回は前哨戦です。そして皆さん、その波にアタックをかけていきます。いやー、もうね、最高やったですね。しかしね、やっぱ朝晩はまだ宮崎は寒いですね。しかしハワイとかバリとかに行ってる人たちは、あんたたちはそんげ金かけんでいかったっちゃね、宮崎で十分やったっちゃねみたいな、そんな感じで見てください。もう最高やっちゃう。ほらもう老若男女皆さん飛んでいきますみたいな、やっていきます、滑っていきます、そんな感じで楽しんでいます。さあ、久しぶりにね、皆さん乗ってるんで、もうなんかもう、もう体がまだ動かんみたいな、そんな感じで。でもほら、もうフェイスが目の前にバーって張ると、もううわーすげーっていう、やったーみたいな。もうこの方なんかもうギリギリテイクオフして、やった俺最高みたいな、そんな感じでカーブ、しかし板が走らん、うわー、もうちょっと時のちょらんかったかい、リズムが出らんぞみたいな、そんな感じで皆さんあたふたやってましたね。波は来るけど体が動かんがよみたいな。さあ、毎日ね、この波でね、波乗りしてる人たちはもう肩がグリングリン動いて最高だったんですけどね。
もう久々にもう、ああゲットが大変じゃがみたいな、そんな感じで皆さんやってましたけども、さあ今回もこんな感じでやっていきましょうね。さあ皆さん乗っていきますよ。どんげですか、見てください。ほらもう沖の方からもうラインナップでもうブリ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 。さあそしておっと、もったいね、揉まれております。今年最初の鼻にもう海水が入って、鼻から海水みたいな、そんな感じでしょうね今の方。さあこの方はね乗ってましたね、左。しかしねレールがねブスーッと刺さるんですよね。さあ見てください、ここ誰もおらんちゃうわ、誰もいないところにブレイクしてるんですよ。これいいやろ、ほら誰もいないんですよ。何ショットね、ここで行っちゃねえあんたたちみたいな、そんな感じでもう空いてましたね。さあ大志くんが行った、まずはおレイバック気味に持っていきます。そしてほらね、チリのボードの方が良すぎてタイミング合ってないんですよ。あんた何ショットね、もう体でもう覚えていかんねえみたいな、そんな感じで。さあ皆さん乗ってきますね。この方もね結構ね軽いセクションをパンピングしながら張ってくるセクションに繋いでましたね。そしてカーブ、そしてもう一発みたいな、そんな感じで。後ろもねほらもうでっかいのがもうグリングリンまではないですね、ダランダラン割れていけちゃう。もうこれはもう最高やじん。もうこの宮崎やっと訪れてくれました、春が来たのかみたいな、そんな感じで、もういい感じみたいな。さあ誰が行く誰が行く、ほら見てもうブリブリ割り打ってやわ、そこにアタックをかけていきます。さあアップスダウンアップスダウン、どこまで行くみたいな、アタックかけるがインコンプリートみたいな。さあそしてこっちはもうグーヒー、もういい感じ。そしてカーブからのうーんやめとくかみたいな、そんな感じでいい感じですね。さあカメラがパン。さあそしてこの方も乗って、おっとちょっとうわっと面がねちょっとガタついてるんですかね、オフショアが強いんで。さあ大志くんが行った、アップスダウンアップスダウン、スピードアップスピードアップからのスーパーアプローチ、やっと慣れてきたかなみたいな、そんな感じですね。さあ皆さん、おこれジョン君ですね、乗ってましたね。っていうか僕はあまり見つけることができなかったんですよ、逆光でもう目がもう痛くて痛くてたまらんみたいな、そんな感じだったですね。おい来たろう、はい来たろう。お前来たろうやろが、はいはい、知ってるんだよ。ですです。じゃあ来たろうの歌を歌ってください。はい、歌わないっすよ。ゲなんか飲み会でやらかしたみたいじゃないですか。いやいや、やらかしてないです。知ってますよ僕は。ピーっすよそれ、普通にダメっすよ。はい、久しぶりに波が上がりました。はい、皆さん明けましておめでとうございます。宮崎は久しぶりに波が上がって最高な波となっております。この僕はね夜勤明けなんで、この夜勤明けテンションでバッチリ入って楽しんでいきたいと思います。わかりました、じゃあ今日も来たろうよろしくね。はい、ひょはい、来たろう何しよっとか配線かみたいな、そんな感じで。おい来たろう、着替えを早くするんだ、そんな感じで急いでましたね。さあ大志くんが乗っていって、何がしたかったのか、エアーだったのかみたいな。お、来たろうが一生懸命今自転車漕いでます、空想の自転車を漕いでます。そして皆さん乗っていきますね。さあスピードアップスピードアップ、ここからちょっとインサイド気味は速いかったね。おカメラがパン、おっといった、おいい感じ、やったーみたいな、そんな感じですね。お手でノーズを押さえて走らせてますね。さあそしてインサイドはやめときますみたいな、うわー来てますね、いい感じですね。もうこんぐらい波に乗れたらもう最高やねえと、ほらどんどこどんどこ乗っていくよ、いいね羨ましいね。そしてクラウトみたいな、
おーっと大志くんごめん、ファーストが取り中なんてよ。そしてセカンドから途中から回してるんですよ、レッグが。もう逆光でわからんじゃん、もうだって。もうさあ、そしてインサイドセクションもちろん合わせてくるんですよね。あら、終わりですか。さあ、そしてシレット斉藤ですの斉藤さんがいましたね。斉藤さん、あなた仕事はもう波が上がったら必ず現れます。斉藤です。いや、僕は社長なんで大丈夫です。そんな感じですかね。さあ、そして次から次へと乗っていきます。いやー、もう幸せですね。最高ですね。ほら見てください、もうこんないい波をあなたたちは乗りよっとですよ。うわー、完璧っすね。お、ちょっと乗ろうと思ったけどインコンプリート。そして乗れんかったね、あんた俺が行くわみたいな、そんな感じでいただいたんですけどね。ちょっとショルダーが落ちたっすね。うわー、こっちが行っちゃねー。ほらー、こっちもなかなかやじ、レギュラーが。そしてカーブして乗っていきます。さあ、そして合わせていくのか。お、うまい。そしてもう一発、さらにどうする、来るのか、カモン。うまいっすね。そしてプラウト。さあ、斉藤さんです。斉藤です、当てに行きます。あ、そうだ、おーっと、斉藤さん、あんた今から褒めようと思ったら何個蹴ってですか。お、ジョン君行った、一発かまして、もう一発。おー、スプレー根性いいね。そしてパンピングで一度上がってきます。はい、お疲れ様でした。さあ、そして皆さん乗ってきますね。しかしプルアウトしてますね。そしてこれは大志君、おー、一発かました。そしてもう一発。さあ、ここからおっと、つないでいけない、カメラがパン。おーっと、山田山田山田来たろう、乗ってますね。さあ、そしてラウンドハウスカットバックから一発かまして、おー、レイバック。しかしなんかボヨン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 って飛ばされた感じだったですね。さあ、そしておーっと、ギリギリテイクオフ成功。そしてアップスダウンアップスダウン乗っていきます。さあ、どうする、当て込むのか。おーっと、言ったけどインコンプリート、惜しいですね。さあ、山田山田当てていきます。お、なんすか今。さあ、そしておっと、トップダウン、ちょっとスプレーが弱いからのパンピングで板を走らせて、最後はプルアウト、なんもせんのかい。さあ、大志くんいった、まずはカーブからのスープにつかまりながらくっつきながら、どうすんの、グーフィーまだ行く、粘る、もっと来るかとクリティカルセクションを探しているが無理でしたみたいな。さあ、山田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 もこっちグーフィー側狙ってますね。さあ、そして一発か、当て込んでからのインサイドセクション、もうそれはもう無理やっちゃねえ、もうやめちゃったほうがいいやっちゃねえ、いや俺はいきます、当てていきますみたいな、そんな感じでまとめてきましたね。さあ、そして大志くん、今度はレギュラー、チェックターンを繰り返しながら、まずはカーブ、そしてバンピングでスピードアップ。お、飛ぶのか、飛ばない、いや飛んだけど無理みたいな、そんな感じだったですね。はい、残念です、残念です。さあ、そしてこの方もなんかやってましたね、バチコンバチコン乗ってましたよ。さあ、そしてプラウト、お、山田がいい波に乗った。まずはおっと、あんたスピードオーバーじゃねえ、ちょっとスピンアウトしよっかみたいな、そんな感じで。さあ、山田レバック、おほ、スプレーがテゲトンチョやるね。さあ、そしてもう一発、山田山田鬼太郎一発、そしてスピードアップパンピングでカモン、ここだ、わーっと切ってきた、いいね、あんた調子がいっちゃうね、その DHD は最高じゃん。おっと、登場です、ルーキーオブザイヤーを狙っている男、話をちょっと聞いてみましょう。はい、おはようございます。おはようございます。今まで何やってたんですか。地元に帰ってました。あ、本当ですか。はい、昨日帰ってきました。あ、本当ですか。じゃあ今年初サーフィンかな、宮崎では。宮崎では、はい、そうです。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、元くんが宮崎に入ってきました。さあ、大学生頑張りましょうね。さあ、そしてその元くんが言った、まずはボトムターンからのトップターン、そしてもう一発カモン。あっと、ここは宮崎の波、ファーストは合わなかったですね。さあ、そして次から次へと乗っていきます。バックサイド、まずはトップターン、そしてノートリムでもう一発からのノートリムでもう一発、
うまい、さすがです。ルーキーオブザイヤーを今年は狙って取っちゃってくんないねみたいな。おーっと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 、レールが引っかかったかと思ったら立ち直りましたね。さすがですね、ヤングサーファー。んー、カモン、ナイス。おっとっとっと、ノーズが折っていったらロッパー。でもしかし合わせてきますね。さあまとめてきます、さすがです。さあそして山田、山田、山田、来たろう。今年こそはプロサーファーに俺はなるんだと誓ってましたね。さあそしてそのトライアルから勝ち上がっていけるのか、新しい技を取得するのか、飛んでいきます。しかしインコンプリート。さあハヤトが久しぶりにやってきましたね。見てください、ハヤトのボードとウェットの肩口とリーシュコード同じ色なんです。最近彼女ができておしゃれなんですよ。そんなおしゃれな男がツインフィンでおしゃれなことを見せてくれます。さあ皆さん楽しんでいきましょうね。イエイイエイウィアウンド。さあ山田、山田、カーブ入れてからのスピードアップ、そしておっと新しい技はずっこけかみたいな。さあそして後ろに目が行くがやめときますみたいな。さあスピードアップ、スピードアップからのエア、しかしどうだ、うん無理みたいな。さあおしゃれなサーフィンを見せてくれます。まずは左左クリントンみたいな、こんな感じで戻っていきます。そしてほら見てください、肩口とボードとリーシュコードが同じ色なんですよ。わかりました、皆さん、おしゃれなんですよ、おしゃれボーイなんですよ。髪型もまあなんかすごいことになってますけどもみたいな、そんな感じのハヤトですみたいな。昔のねハヤトのライディングを見直すと、いやー昔の方がねやっぱねもう上手かったですね。今何やってるんですかね、もう本当にサボってるんですかね、サーフィンを。あんたプロサーファーならんとねみたいな、そんな感じなんですけどね。さあそしてゲン君がルーキーオブザイヤーを狙ってる。ゲンが2発そして3発からのインサイドセクション入った、カモン、お回るか、うん無理みたいな、気をつけろよみたいな。さあそしておしゃれじゃん、ハヤトへ行きます。さあ左左スピードアップからの合わせていくがインコンプリート、ノーズが引っかかる。もう毎回スタイルで入っていくとノーズが刺さるから、もうそこをこうなんていうかな、こう分かっちゃうはずやけんね。それがなんかね学習できてないハヤト君、もう少しその痛みの時には学習しましょう。さあそして学習といえば鬼太郎がガンガン攻めておりますね。さあそしてゲン君、一発カーブからのフローター、そして前に出る、さすがですねヤングサーファー。さあインサイドを狙ってます。最後は一発からのどうする、飛ぶのか、いやまとめてきます、無難にまとめます、さすがです。さあそして今年こそ俺はプロになるんだみたいな、山田鬼太郎が飛んでます。さあおしゃれなハヤト君、何をするのかな。さあおっとやめるんですね、さすがおしゃれですね。さあ鬼太郎何してる、どうする、来るのか、まずはレイバック気味に持っていくのか、なん中途半端みたいな、レイバックしてかったっちゃろ今の。さあそしてお、ゲン君いいね、一発かましてからのラウンドで戻ってからの、さあもう一発インサイドセクションを狙おうとするがやめときますみたいな。さあそして山田、山田、鬼太郎、さあスピードアップからのまずはエア、回るか、回ったっちゃね、いや無理でしたみたいな。さあそしてゲン君、まずはラウンドで一度波を切ってからのフローター気味に持っていって、そしてもう一発からのカーブ。さあチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まずはこんな感じですね、初日上がってきました、波が最高みたいな。さあこの後がやばいですよ、こうもうご期待みたいな、そんな感じでまたねバイバイ。